袴田巌さんを救援する清水静岡市民の会代表をしております梅田です。この半年間ですね、何をやってきたかっていうと、あまり活発な活動はできませんでした。というよりも三者討議がですね、何が今一番問題かと言いますと、ちょっとも進展していかないってことなんですよね。でその一番の原因は、弁護側の鑑定人であった本田鑑定人のですね、血液選択的抽出法の効果を検証するという、検察側のですね、提案した、まあ私の言葉で言えば科学的にほとんど意味のないインチキ実験なんですけど、それを受け負ったですね、大阪医科大学の鈴木浩一教授がちっともその検証実験を進めていないということですね。で、進捗状況を何度も弁護団が確認してもですね、その報告が出てこない、裁判官も分かってないという状況です。で、私はでもさもあろうだと思うんですよね。なんでかっていうとですね、DNA の、法医学における DNA の技術というのは素人ではなかなか難しいレベルのことですけども、普通の人が普通に考えて分かる範囲で、説明しますとですね、 DNA っていうのは量が多いものと少ないもの、つまりサンプルの量が多いか少ないか、ね、どちらがよく検出できるかっていったら量が多い方が検出ができる、ね、この普通考えて当たり前ですよね。でもう一つ、新しい DNA と古い DNA のサンプルがあった場合、どちらが検出しやすいかっていったら新しい、DNA の方が検出しやすいんですよ。でそれは普通考えて分かりますよね。で本田鑑定人のやったことが正しかったかどうかという検証実験ですが、検察側は正しくなかった、信用できない、そういう結論に持ってきたいし、何をじゃあ検出したのかっていうのは汚染ですね。コンタミって言われてる汚染物質を測ったにすぎないんだ。だから、御殿の入りについていた岩尾さんだと言われている血液は別のものを測ったんだから他人だというので、その根拠を潰そうとしているわけですが、大阪医大のですね、鈴木教授はですね、筑波大学の本田教授とは対立してますね。仲が悪い、まあ、学問上の、敵対関係にあるわけですけども、多分深く考えずに検察の、裁判所からの依頼を受けたんですが、他人のやった実験が正確かどうかってことは、その人のね、協力を得ないで、正確に再現することは原理的に不可能ですよね。そうするといろんなことを、適当に想定していろんな実験をやらざるを得ませんが、まずね、使うサンプルが本当の本田鑑定人がやった、御殿の入りを使ってないんですよね。どこから出てきたのかよく分かりませんけども、古い血液がついた布にですね、新しく唾液かどこから取った別の人の汚染 DNA をつけてですね、それで、本田鑑定人の血液、選択的抽出法の効果を確かめるっていうのは無理だと思ってるんですよ、私は。なんでかっていうとですね、仮にですね、古い血液の DNA が検出されたとしても、それは選択的、血液選択的抽出法の効果があったのか、あるいは、後からつけた唾液の方の DNA の量が少なかったのかは判別できないんですよね。逆に、唾液の方の DNA が多く検出されてもですね、それは血液選択的抽出法の効果がなかったのか、唾液の
DNA の量が多すぎたのかの判別ができないんです。つまり人工的に作ったですね、サンプルで、本当の本物を分析したことを再現するっていうのはもともと無理なんですよ。おそらく鈴木、鑑定人はですね、受け負ったけども、どうやったら、検察側の満足するようなあの検証実験ができるのか思い悩んでると思うんです。それはもともと無理なことを受け負っちゃったからですよね。こと我々としてはもうその実験は無味だから早くやめて、そんなあの時間がいつまで経っても進捗状況も分かんないようなですね、科学的に意味のない実験は早くやめるべきだということを訴えていくべきじゃないかというふうに思ってます。で、そのことが解決しないとですね、三者協議進んできませんので、私たちの支援運動もですね、同じことの繰り返しみたいになっちゃいますので、なかなか今この半年間、事態が進展しておりませんけども、なんとかその無意味な検証実験をやめさせるっていうのが今のテーマであろうと思います。今日いろんなことは報告したいんですけども、袴田さんの今 の状況とか、その他弁護団の活動も今日盛りだくさんありますので、私が挨拶なり言う必要はないかなと思ってますので、私の挨拶はこれだけにしていきたいと思います。以上です。